今日のゲストはカズ君です。今日はヒロ君と一緒に、仙台の方に、旅に来ました。じゃこれから中入ります。行きましょう。Today is Friday, about 7 p.m. I'm at the front of the Matsuri restaurant. So here is Mr. Watanabe here. So today is supposed to be, we have a meetup and here at the Matsuri. Then we came in here, but the sign say will be closed September 4 to 10 for employee vacation. So I have no idea. It's gonna be. さあ今日はもともとミートアップの寿司に行く予定だったんですが、そこが閉まってて今度コーラルゲーブルに来てですね、次のロケーションに来たんですけども、そこもいっぱいでダメだったのでミラーズエロハウスコーラルゲーブルに来ました。田辺康さんニューヘアスタイル、ヘアスタイル、サムライスタイルになっておりますね。どうでしょうか。いや 今日は寿司食べたかったんだけど、もういっぱいで、それで初めて松井っていうのは閉まってて、次とは居酒屋っていうコーラルゲームがあるのも満杯で、結局歩いてここに来ちゃいましたね。そうですね。明日は待つのが大嫌いなヒロちゃんですから、明日は、この間に続いて第2弾で、この間は修学旅行でしたけど、ね、明日はキーウエストの方に、1日帰りあたりで遠足に研修会で、ヒロさんとまたお付き合いしていただける、まあ、とりあえずした乾杯。ビールで乾杯。今日はどんな感じですか。ここを選んだ、今日ここを選んだのはですね、まあ、居酒屋に祭りが、まあ、ミートアップで
たまたまそこがあの祭りクローズしてたんで、居酒屋でムービングということで居酒屋に来たんですけども、バーでやると、そこはとにかくいっぱいで満席でもう入る余地なしということで、もうここに来ました。ここも何 4,5 年ぶりですかね。そうですね、もうかねこれ5年ぐらい来てなかった感じです。それで久々に来たあのそのあれをちょご紹介していただけないでしょうか。今度行きましょうよ、ここ。このロブスターウェンズデーで来てたんですよ。で、まあ、次回行きたいのはやっぱり木曜日、トゥースデーのプライムリブですね。木曜日、僕、ショーがありますんで、コメディショー、オンステージ。オンステージ。だから、このロブスター行きますかね。ね、それか、マンデーのデビラックバッグリブ。これは今日オーダーしたんで。コベリー、いつ終わるんですかね。いや、もうずっと。木曜日はショーなんで、僕はキャストっていうか、もうであのないね、あれはないね、まあ、船がしかないじゃあ船がと他にあの僕あそこまた空港のあそこもチケット買ってますんで行っていただけるでしょうか。またお付き合い願います。行きましょう。じゃあ乾杯でまた。お疲れ様。お疲れ様です。どうですか、ヒロさんの今日はなんか、うん、ダガーエールのサムエル・アダムスの。いいですよ。まあ、寿司も食べたかったけどね。けど久しぶりに来てよかったかもしれない。じゃあ、明日の夜もまたありますしね。そうですね。明日の夜は多分、まあ、いいとこ見つけたら、キラーゴのあたりでちょっと。夕方ぐらいから飲んでちょっと休憩したことになります。明日も天気良さそうなんです。そうですか。じゃ あ, れじゃあまた後ほど。さあ渡部さん2杯目いってますね。もうビールこれちょっと変えました。変えました。ミケラウルトラっていうので飲んでましたけど、ちょっと薄すぎてちょっとあんまり合わなかった、うん、これ、僕の好きなコアーズライト。コアーズライト、OK。まあ、ちょっと飲んでみてください。日本でいうとこのクワーズの、クワーズにクワーズのダイエットがライト、うんうん、まだピロピロはちょっとピロピロちょっとやれない、ね、やれない状況ですね。やれない雰囲気ですね。インプレッションがあんまり良くない。そうですね、そこはピロピロじゃないですね。金曜日でも人があんまり入ってませんもん、僕も買いましたけども、僕はもうスタンダードコロナに。こうヒロシェフちょっとご紹介願えますかね。この何あのライムを中に入れるっていうのはアメリカで。そうですね、僕こっちに来てからあの、まあ、こういうのを入れるのを知ったんですけど、まあ、結構合うっていうか美味しいですよ。ヒロシェフダイエットということで、あのコアーズコアじゃなくて、あのコロナのエキストラじゃなくてライトに行くのかなと思いきや、今日はライトに行くんだったら飲まないんで、ビールでしょ。ああ、そうですか、うん、コーラもそう、うん、ダイエットコーラなんて飲むんだったら、まあ、飲まなかったらいいですよ、うん、それはそう、だってそ気にしないと飲まんが一番いいんだから通過しないからコーラで、僕はコーラでね、そんなのダイエットとか、うん、ダイエットのあれはっきり言って、もっと余計体が悪いんですよ、うんうん、コーラってダイエットなんでね、うん、そのコーラ飲んだらいいんですよ。ビールもね、ライトでやったら、ライトだから何本でも、今日は何本でもいいとかってやってるけど、それはやっぱ間違い。今日見たら、これが大体あ 60%、70% カロリーが上ですね、ライトに比べて。多分、ちょっとこれ開けてください。コロナの方に行ってみましょう。ボトルのコアーズコロナライトがカロリーが110ですね。コロナライト、コロナ、ライトビアが110、これがこれと同じで、レギュラーのやつはどこなんですかね。まあないですけど、まあ、だから、ね、結局でもこれを簡単に言いましょう、うんうん、
外食して、うん、カロリー気にするんだったら、うん、外食をするな自分で食って食べようと単純と 直入です。僕はもうすごくもうダイレクトです、うん、そう家に行ってやるときにはもう納豆で納豆豆腐なんかそかダイエットとかね、うんまあ、単純で僕なんかシェフでやってたから、うん、レストランやってたけど正直に言って、うん、あれ軸はなんとかとか、うん、あれ変えてくれこれ変えてくれってやつは、うん、来てもらわなくていいんですよ、うん、キーマスってオーディエンスに、うん、来てもらわなくていいです、うん、でそういう人は家で自分でクックしてもらわなくていいんです。そういうシェフもいますから、うん、そうダイエットの特別なんですか、ね、けどヒロシェフはだからダイエットとかなんとかになったら自分で買ってきて自分の気に入ったものをスーパーで買ってきて思うように作って思うようにして好きな店で食べたいんですよ。それをよその店に行ってごちゃごちゃごちゃ言うはずそういうことです。分かりました。はい、以上。さあ苦労しました。チキンウィンズシーサーサラダAnd barbecue ribs, relax. Yo, chef. Hi, Hiro chef.すごい感じ。あと僕さんは行きます、ね。うん。そのまま食べたら、日本で食べたの手羽先の感じ、塩だけで味付けてしてる感じ。美味しいですね。これが僕好きですね。手羽先の感覚でいいですね。身がすごい。最高が来ました。ピロピロではこれチキンウィングはどれぐらいでしょうか。ちょっとピロピロ行きますよ。本当だったら今日ピロピロの店じゃないですけど、うん、ピロピロが入りますよ。これピロピロですね。ディープ行きますよ。はい。そういう風に食べますか。ガブリつくかなと思ったらやっぱりシェフちょっと違いますね。この肉の量をね、これは何湯煎してるんですかね。茹であれして煮て柔らかくやり方があるみたいですよ。このバーベキューのこのリブのなんかそういうバーベキュー作る大会なんかもあったんで、うんうん、やっぱりみんなそれぞれシェフそれぞれですね、うん、食べたら美味しいですよ。最後にそのこれもいってみますよ。マッシュドポテト、グレービー、アメリカングレービー。見てください、これ僕これ大好きですよ。日本ではなかなかグレービーっていうのがなんかデミグラスソースとかなんかシャレたものあるんですけど、やっぱりグレービーっていうのがやっぱりうまい。そうですね。あとこれキャベツですね。キャベツコースローと言いますけど、前要はキャベツとちょっとマヨネーズを酢を入れたような感じです。これどう。これですね。これも僕アメリカに来てからですね、こんなこうやって食べ出したの。ブルーチーズで、これはね、ブルーチーズなんですよね。さあ、行きますよ。行きますよ。
ピロピロ、ワンピロピロですね。最高です。最高。じゃあ両方でダブルいったよ。ダブルだから2っていうことですね。そうそうそう。2ピロピロで、ヒロシェフの今日の評価は。そうですね。じゃあ僕もご賞賛いただいてます。